皆様、新年明けましておめでとうございます。今年もわらしをよろしくお願いします。今回やることはですね、モンスターストライク新春超重心祭をやっていきたいと。ですね、どれくらいかな、半年ぶり、いやさすがに言い過ぎ、すっごい久しぶりに超重心祭引くんで、ちょっと見ていただければわかるんですけど、限定キャラ俺一旦持ってないんですよね。そう、つい前までアンインストールしてたんで、全然限定キャラ持ってないので、そう、限定キャラを狙いつつ、まあ、一番欲しいのはやっぱりこのヤクモとこの子ですね、なんだっけ、ネオが欲しいです。じゃあこの子たちをまあ優先的に狙いつつガチャを引いていきたいと思います。でまあ星5以上キャラ出演率 12%、 12% だっけ、こんな高かったっけ確率、うん、覚えてはないんだけど、まあ、ちょっともう前置きは置いといて、パパパパッと引いてね、いい1年にしたいと思います。では行きましょう。俺がやってる時はね、まだソロモンがね対象だったんですよね。12回引けます。じゃあ12回引いていきましょう。さあ、まあ最近星5増えてるんで、なんか持ってないキャラでも何でもよろしいですよ。さあ12%なんでね、お、止まった。アトスだっけ、確か。なるへそりにね、おまけありがとうございます。アトスだよな、確かな。アトスやんな。今どうなの、アトス。受信か回まで行くんだね。久しぶり見たわ。昔めっちゃ欲しかったよ。じゃ次20連目いきます。もうサクサクっといきますよ。確定演出見たいな。確定演出増えてんのかな。すんごい久しぶりに引くから。止まったと思ったら、おい対象外っていう。シワイ。爆死はシワイ。ワンチャンね、1万円課金コースあるかもしれないですね。結果によっては。おまけはありがたいね、でも。今ね、朝起きて、すぐ起きてと聞いてる感じですね。はい、止まりました。対象キャラだね、多分これね。なんて言うんだっけ、この子は。割れてくねー。ちょっと悲しいね。はい。もう、どんどん引きますよ。あと9連。次、星玉溜まるね。どれが強いとかね、わかんないんですよね。なんかソロモンばっか使ってるな。ん？あー、違うか。これ誰だ？知らんキャラもいっぱいいるからな。お、2連続で止まりましたね。あー、違う違う、知らんキャラ多いな。おまけありがたいな。誰？ウボさん。まあ何かしら適切に使えそうだけど、見たことないな、この女。ない、なんかテキーラみたいな。違うよね、トゥルケさん。いい、はい、どんどん引きましょう。そろそろボックスが圧迫されそう。まだ80連あるから。いやまあ星5いったら欲しいよね、星5以上ね。爆死悲しいよね。50個があっという間に溶けてくー。ヤクモ出んのかこれ。はい、ストライクシュート。
ドゥ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 。ん？これ誰だ？テセウス。あ、待って、センマつけるの忘れてる。テセウス。調教、何？シャイニングのなんたら。シャイニングピラー。強そう。強そう。マジで知識やね。今のモンスターわかんないんや。ただ、ネオとソロモンは強えなと思って。どんどん減ってくる。確定演出見てねえな。しばいね。お、止まるとなんか嬉しいよね。あー、欲しかった。これ限定キャラだよね。ありがたい、ありがたいけど役も出ねー。やばい、もう折り返しじゃない？ねえ、あと6回ガチャ。サクサク引いてますけどね。そろそろボックス圧迫されそうだけど、なかなか圧迫されないんだけど。でもあんま確証してないからな。出た、誰だっけ、スピカか。この子結構使ってたな当時。スピカか。いや、石が溶ける。オーブだったわ。石じゃねえ、ヤクも全然狙いか。限定からこんな渋い。まあ限定は出てるとはいえ、悲しい。割れてく割れてく割れてく。バチひどいよね。一体は欲しいな。あ、フェールビスケットありがたいっすね。あと1回星玉止まりますな。ストライクショット。確定ないね、こんな渋いの。はい、全然役も出ない。ロビンフットかな。ロビンフットロビンフットは、あ、ロミオだった、ごめん。ロビンフットじゃねえや。ロビンフットはあれ森属性のやつだな。あ、荒ぐる魂よ。はい、我が刃と共に踊り狂え。そう、花澤香菜さんなんだよね、声優が。あー、強い、確信。全然確定演出来ないんだけど。大丈夫そう、モンスター大丈夫そう。割れてくねー。お、止まった。おー、限定キャラだろ。だいぶ限定キャラ潤ってきたね。もう一声。あーあーいいんじゃないですか。でも3体出てます。星玉来ましたね。で、確定1回は見たいんだけどな。全然確定ないじゃないですか。大丈夫ですか。誰だ、なんか対抗棒みたいなやつ出てきた。バサラ、え、バサラってこれ限定キャラじゃね。バサラ、あ、あーあー、見る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 。なんか強いよねこれね、なんか強いよね。結構適正枠に入ってる。語彙力失ったわ。なんか強いよねっていう。はい、はいよー。こんなに回したのは初だな。頑張って石貯めたんすよね。ちょっとあと10連しかないわ。2体欲しいんだけどね。違うんだけど、なんか見たことあるようなないような。渋いね。これはチャリンしてくるしかないか。チャリン。じゃあ、あとちょっと一回引きます。ストライクショット。マジ確定ないね。まあいいんだけど、ちょっと見たいんだけどな。絶対新しい確定演出とか追加されてるよね。お、止まるね、いいねいいね。さっきからいい感じに止まって。きたー、しゃー、ありがとう。でももう2体欲しいんだよね。
じゃあこれちょっと、もうちょいオーブ作ってくるわ。マスコット的インフィニティカイト、無限の空に舞い上がれ。はい、240個持ってきたんで、あと40連引けるのかな。40連。はい、40連。でも限定キャラも結構出たよね。ありがたや。これで少しね、楽になるね。うお、止まった。もうヤクも止まんないからな。誰だ、これは。多分限定じゃないと思う。ただ持ってないキャラいっぱいだから。うおやった本当は6体ぐらい欲しいんだけど、ヤクもね。あざ、いいじゃん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 。いいよ、確定演出見たいけど、もういいわ、十分。2体出たんで、まあノルマ達成みたいな感じかな。そんなノルマ考えてなかったけどさ。あ、止まった。あ、ネオが欲しいんだって。あとネオが欲しいんだってば。ネオ出ないね。誰だこの後。ちょっと選抜するの忘れてんだよ、さっきから。あ、清少納言か。あと20連。もう10個買ってくるか。はい、もうここでブッパするって決めてたから、うん、オールスターガチャも我慢したからね。じゃああと10連か。星玉あと1回引けるから、まあ、とりあえずこれでラストにしようかな。ラストにしよう。で、確定図1回も来てないな、今回。演出がね、こんな渋いの演出。やばい、これ最後爆死っぽい。最後爆死っぽい。ここで見せてくんない、確定ないか。あー、ストライクシャッターとかね、欲しいんだけ。ムー、ちょっともう10個作ってくるわ。はい、泣いても笑ってもこれがラストです。いきます。はい、まあもう1体ヤクも欲しいな。うん、もう1体、もう1体ください。もう1体なんか PV 見た時にすごいぶっ壊れてんなと思って。まずい、まずい。最後つら。まあですね、まあ、ヤクモが2体出た。ありがたい、ありがたいのと、まあ、限定キャラが結構出たんじゃないかな。うん、あ、ハレルヤ重心構えじゃないんだ。これ普通の進化なんだね。重心化来る、え、待って、重心化来てんのかな、この子。ハレルヤ、あ、まだ来てないっぽい。で、これロミオか。ロミオしてるね。ちょっと選抜してないやつは選抜してないな。そう、ガチャゲンはね全部選抜に言ってるんですよね。アスーラ、いや、でもよかった。カノンはね結構いろんなところで使われた気がする。と、この子は限定でもなんでもない。いや、限定、これ限定、うそ、この子限定。アビス、あー、いたような気がする。なんかいたような、どの子が対象かわかんないな。ガリア、なんかこれすごい久しぶり見たな。ウォッカ、アトス、20体かな、星5以上。ヤクモが本当に2パターンあるんですけど両方いいんすよね。うん、とりあえず2パターン作って、
その後艦隊ですかね。艦隊っていうのおかしいけど、また来年、来月か石作って頑張っていこうかな。乙姫ってどうだ、かわいいな乙姫の私服なる乙姫ね。あと全部選抜したかな。はい、ということで、皆さん、長い時間ご視聴誠にありがとうございました。結構限定キャラが潤ったのでね、今回は満足でいいかな。2体も出てるしね、役も2体出てるってことはいいことです。両方作れるってことだから、うん、これは当たりです。爆死ではない。ただ確率 12% で、まあ確率だけど、爆死の時すごい悲しいね。全部星4っていうのね、悲しいんですけども、まあよかった、うん、結果的にはまあよかったんじゃないですかね。また石頑張って作って、まあ、課金するかもしれない、来月わかんないけどやっていきたいと思いますので、さあ次回のねモンストの動画でお会いしましょう。ではバイバイ。